4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったムーンゼット、あと 200m、 先頭はムーンゼット、残り 100m、 ムーンゼット、ここまでか。トロットサンダー、ムーンゼット追いすがります。トロットサンダー、トロットサンダー1着、2着にはどうやらムーンゼット、見事に勝ちました。トロットサンダー、河内イメージ敗れました。これは掲示板までです。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はボーングリーン、残り 200m、 先頭はボーングリーン、ホワイトストーン必死に追いすがります。メジロライアン抜けた、ホワイトストーン追いすがります。メジロライアン、メジロライアン1着、2着にはどうやらホワイトストーン、これが G1 馬の実力だ。メジロライアン、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ここで先頭に立ったハワチプリンセス、あと 200m、 先頭はメジロルナパーク、一気に捉えるか。マチカネシャルダン、マチカネシャルダン抜けた、一気にオリーブサンキュー、マチカネシャルダン、マチカネシャルダン1着、2着にはどうやらタレントフェザー、1番人気に応えました。マチカネシャルダン見事です。短い直線に入って、後続は届くかどうか。残り 200m、 先頭はエトワールロッキー、先頭はエトワールロッキー、北芝スペイン抜けた、2番手は名将ホムラ、先頭は北芝スペイン1着でゴール、北芝スペイン1着、2着は名将ホムラ、見事に勝ちました。北芝スペイン、トレジャーアーチ敗れました。ようやく3着争いといったところでしょうか。さあ、G1 高松の宮記念の発走です。中京競馬場で行われるスプリンターによる電撃の芝六波論戦。今年の短距離戦線の主役に躍り出るのは果たしてどの馬か。さあ、最後は大外枠のマイスーパーマン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのはトシグリーン。菊
クシーステージ、この馬も好スタートを切りました。前へ行くのがピクシーステージ、続いてセリウンパレード、黄色の帽子占領役者、その後ろ内からはダンシングカラー、その外からマイスーパーマン、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでダンシングカラー先頭に変わりました。セリウンパレード、ほとんど差がありません。ナルシスノワール3番手、イクノディクタス、これはかなり後ろからの競馬です。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はダンシングカラー、4コーナーをカーブして、さあこれからです。ダンシングカラー先頭、ベルカフェ先頭、2番手はベルカフェ、ベルカフェいっぱいになった。あと 200m、 先頭はピクシーステージ、残り 100m、 第1ルビー抜けた。2番手はワイドバトル、第1ルビーゴーリン、第1ルビー1着、2着にはどうやらイクノディクタス、見事に勝ちました。第1ルビーイクノディクタス2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。